大一帝は、新末民発に活躍した、実業家、諸画家、銀行家、政治家である。上海を中心に活動した、実業家、銀行家として著名である一方、中国同盟会にも参加した、革命派の人物である。また、画家としても優れた業績を残し、仏教徒としての活動も顕著であった。名は、信だが、 字の一帝で知られる。法名は、里式。号は、倍下官主、海運老主、白龍三人。13歳の時に、上海の新アマルゼニ僧で徒弟となり、業務の合間に広報玄関で、外国語を学んだ。その後、商業界で着実に地方を固め、海運業務の商店、天予号で経理にまで昇進した。1906年に、大一帝は、 上海予備立憲公開会等となり、翌年には日清汽船上海支店でコンプラドールとなった。その後も日商大阪優先のコンプラドール、さらには三井洋行が所有する上海製造建支社社長も務めている。この他にも多方面に投資活動を行い、1909年に小南商務総会総理に選出された。 同年、上海商務総会議、等、上海自治公所に任ぜられ、上海の地方自治事務に取り組んでいる。1910年、大一帝は中国同盟会に加入し、同盟会上海文化機関財務課課長となる。さらに機関紙、民立法の総監を支援するなど、同盟会への資金援助を展開した。 武将危機が勃発すると、王も陳そのチュラの法義に参加し、さらに商談を革命派につかせる工作に従事している。上海軍政府が成立すると、交通部部長や農業部部長を歴任した。1912年4月、王一定は、高校らと南京で、拓殖学校を創設した。翌年、第二革命で革命派が敗北すると、王は、 イギリス疎開に逃れ、絵画に没頭している。1915年、中国商業貯蓄銀行、東言として復帰し、1917年に、同行当事長に昇進した。1925年夏、大一知は、正居した孫文を葬る、中山領の図案選定顧問を務めた。1927年冬、国民政府中央救済準備金。 保管委員会委員長となり、さらにブリッツトム委員会場務委員などに任せられている。1932年1月には、国難会議に招聘された。1937年に、第二次上海事変が勃発すると、香港へ逃れたが、間もなく、上海に戻っている。1938年11月13日、上海で死去。去年72、 学徒の時代から書画熱が高じ、この頃に民白年について絵を学ぶ。山水画はクレチンに司法した。人物画、課長が仏画に優れ晩年にはほとんど毎日仏像を描いた。ご書籍とは私友となって親しく交わった。また、上海マサ芸術専科学校校長にも任命されている。 1929年6月、大一知は、大挙大使と上海で、中国仏教会を設立し、王も、同会の執行委員権常務委員に任せられた。以後も仏教学出版社の理事長、世界仏教小尻の副林長、林長を歴任している。売りがによって得られた所得の大部分は、事前事業に寄付した。支援を立て底に広く、名画を収集したが、 あとに散逸した。著書に、白竜三人志向、大一帝書画集がある。ありがとうございます。